listening to Shibuya Cross FM.美容家中澤優子の No Beauty No Life イエーイこんばんは。始まりました。毎月第1月曜日夜8時からお送りしてます、美容家中澤優子の No Beauty No Life。 今日もよろしくお願いいたします。今日はね、お正月がありましたので、本当は毎月第1月曜日なんですけれども、今日は初めての最終週にお送りさせていただいております。ではこの番組の紹介の方からさせていただきます。私、美容家中澤優子がさまざまな美容情報や美容業界で活躍するゲストの方をお迎えして、聞いてるだけで綺麗になれるような番組をお届けしてまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日はですね、マカオの代表のね、吉田さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。ビューティーとは全然程遠いですけど、いや全然ビューティーですよ。ビューティーでございます。いや、私年末ですね、親知らずを抜いて、下の歯2本、全身麻酔したんですよ。全身麻酔して2本抜いて、その全身麻酔する前に、ベッドに寝かされて、自分で寝に行くんですけど、で点滴打って、その後麻酔を打ったら5秒ぐらいで眠りに落ちますよって、で頑張ってくださいって看護師さんに送り出していただいて、で寝て、なんだろう、もう手汗がすごくて、とにかく私初めての、いや打つ前に、もう寝てる時だけでも手汗がびしょびしょで、初めてだったんです。人生初の手術だったんで緊張しちゃって、で看護師さんもびっくりして、え、大丈夫ですかみたいな、で、え、大丈夫だと思いますみたいな、でも怖いですって言って、で寝返りとか打ったら危ないから結束バンドしますねって言われて、されたら恐怖で気絶した中澤です。麻酔関係なし。今年もよろしくお願いします。すごいですね。すごい前振り高かったけど。そう、恐怖で気絶しちゃって、そのまま麻酔かけられた疑惑か、いろんな看護師さんに、お客様でお話ししたら、静脈麻酔を打ったら記憶がなくなることがあると。だからもしかしたら中澤さん打ってるんだけど記憶をなくしてる場合か、もしくはあまりにも結構うるさかったんで、私、死んだら蘇生してくださいねみたいなこと麻酔科の先生とかに言ってたんですよ。歯ですよね。でも全身麻酔は10万分の1ぐらいで死亡する確率があるみたいな、同意書書いたから、もし私の心臓が止まったらみたいなことずっと言ってたからもうこいつうるせえから寝かしとかみたいな、麻酔打つ前になんかどっか行ったけどみたいなので打たれた可能性か、どちらがですねって言われて、ありえそうですね。そうなんだ、ありえそうだなと思って、もううるさかったから。確かに結束バンドでこう手を縛られるっていう、られて経験もないですか、ね、はーってなっちゃったで、多分はーって気絶したんだなっていう。でも、両歯、下の歯ってことで一番出血が多いって言われてるところですかね。そうそうそう、だから顔もリスみたいに本当に腫れて、今も若干腫れてるんですけど。じゃあ僕もこれ腫れてるのは、あれは全身麻酔した30本ぐらいまだありますね、これね、この腫れは。いや、そんな話がね、長くなってしまいました。今日はたくさんね、もうやることがあるので、最初に1曲だけお流しして、あとは流せるだけ流そうという作戦でいこうと思いますので、了解いたしました。お願いします。では、デンミさんで I Love You です。
送りした曲はデンミさんで I Love You でした。ではですね、まあ、早速吉田さんにいろいろお伺いしていきたいんですけれども、まずお店をね、あの経営されてらっしゃる、生態の方を経営されてらっしゃると思うんですけれども、はい、そのマカオを作った、マコアを作ったきっかけとか思いっていうのをちょっとお聞かせいただければと、はい。そうですね、もともと理学療法士というまあ国家資格を持ちまして、はい、まあ、病院やクリニックにこうリハビリをの先生をやってたんですけど、そこでこう、まあ、自分が、まあ自由診療じゃなく、まあ、自由診療で病院とは違って、うん、自分でこう直接お客様にこう施術をしたいなというか、うん、お医者さんのオーダーではなくて、うん、直接施術をしたいなという思いから、うんうん、まあ、独立を本当に22ぐらいから考えてまして、で今回、まあ去年の8月にですね、うん、東京港区白金台に、うん、いい場所ですね、トータルコンディションサロンマコアという名前で、うん、まあ、マコア、マコアの由来は、はい、一応僕の技術というか生態の技術で、うん、こうマイクロコアアプローチっていうかっこいい名前をつけたくてですね、すごいかっこいい名前、はい、で本当にこう押したりとか揉んだりする施術じゃなくて、はいはい、本当にこう手当ての語源じゃないですけど、うんうん、もう手を当てながら、うん、こう緩めていく、筋肉を緩めたりとか、うんうんうん、内臓を緩めたりとか、うん、っていうのでこうマイクロコアアプローチを略してマコアってつけてたんですけど、あ、そうだったんですね。そうなんですけども、そのマコアいろいろ調べてみたら、はい、ハワイ語で、うん、まあ、直接はまあ強いとかって意味なんですけど、うん、もうちょっとこう調べてみると、うん、生命を輝かせるっていう、へー、これは生態ぴったりですね、ぴったりだなと思いまして、うん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 、でそれで僕がこうマコアっていう店舗を作ったっていうきっかけですかね。へー、うん、じゃあ元々はそういう病院で働かれていろいろ患者さんを、はい、ケアされてて、そうなんです、まあ、自分でもうちょっとできることが自由診療だとあるなっていうので、そうです、思いをあって作られたってことですよね。そうなんですよ、どうしてもこう病院だと、うん、できることって限られますよね、限られてしまうので、うんうんうん、でかつこう整形外科にいたんで、もともとやっぱ20分しかお客様に携われないとなると、うんうん、できることも限界ありますよね。そうなんですよ、なんでこうもうちょっとお客さんをもっと密に見たいなと思うのが、思ったのがやっぱりきっかけでもありますね。うん、確かに確かに、でも本当そうですよね、その私のさっきの歯じゃないですけど、はい、まあ、それはそれで全然大学病院だからしょうがないから全然何とも思ってないんですけど、はいはい、その神経に少し当たったのか何なのかでちょっと感覚が戻らなくなってて、で3週間ぐらい厚さも感じなくて、うん、でまあしょうがないから治そうって言ってレーザーみたいなのも当ててちょっと血流を流して、はいはい、まあなんか治療するみたいなのをベッドで、はいはい、始めたんですけど、うん、まあ、2時間3時間待って10分なんですよ、レーザーって当てるのが、はい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 、だからもう、まあ、やるけど、はい、血流流すのが一番なので多分針治療とか、うん、それこそ整体とかエステとかもいいんだろうなと思って、うん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 、で私、まあ、自分でエステサロンやってるのでちょっと流したらやっぱ一気に感覚戻って、うん、で隣の人が聞いてて歯の治療で、はいはい、多分神経のどこかが感じないから同じ治療してるんですけど、はいはい、全然感覚戻らなくてみたいなこと言ってたんで、やばいちょっとエステの話しようかなと思ったけどなんか新手の勧誘みたいになりそうだからやめようと思ってでも私すごい感覚戻ったから、はい、もしね歯でその後悩んでる方いらっしゃったら流すと意外と感覚戻りますよ。本当に血の巡り、はい、本当そうです。僕らやっぱ声帯で言うと、うん、この耳からこう噛む力ってこう結構連動しやすいんで、うんうんうん、もう耳つぼマッサージでなんか最近じゃ、うんうんうん、なんか流行ってますけど、うんうん、その辺でこう流したりするのも当院でもやっぱやってますね。なるほどなるほど、めちゃ噛み合わせ一つでもだいぶ変わって、うん、そうですよね、本当に奥歯でやっぱ噛むとこう肩も凝りますし、うん、首も凝るんで、結構僕の父も三軒茶屋で歯医者のクリニックやってるんで、うんうん、そこで今僕のお客さんもこう行ったり来たりというか、うん、僕のお客さんが行って向こうの父のとこが僕のとこ来てみたいなのをやったりしますね。私も三茶の歯医者さん行きたい。え、いいですか？お父様。じゃあ全身麻酔から入ってて。もう大暴れしちゃうじゃん。多分もう二度と来ないでくれとお父様に言われちゃいそう。心臓止まったらどうしてくれるんですかみたいな。
蘇生してくれるんですか、はい、みたいな。僕はお吉が来たみたいな。僕父に助言するとしたら、まあ、結束バンドつければ気絶するよ。そうですね、はい、結束バンドで見せりゃこの人気絶するから大丈夫大丈夫って買っとくから大丈夫だよ、高難かなんかでみたいな。怖い怖い怖い。本当ですよね。まあでもそんな思いがあって作られたわけですけれども、はい、すごく順調だというお伺いして、いやいやいや、もうおかげさまで、もう僕のこのトータルコンディションス、あのマコアっていう店舗がもともと8月にそのさっきも言ったオープンしてから、こう最初こう調べても、こう生態の中でいうと、こう Google で調べてもやっぱ32位とか40位だったんですけど、先ほど本当に今さっきですね、うん、白金台スペース肩こりで調べましたら、うん、2位でした。あーすごい。ありがとうございます。おめでとうございます。でもやっぱ嬉しいですよね、そういうの口コミとかがね、やっぱり反映されてどんどん上に上がっていくんですもんね。そうなんですよ、本当におかげさまで皆さん口コミを、うん、もう怪しい、なんか桜なんじゃないかっていうぐらい5をつけてくれるんですよ、うんうん、もういいですよ、ね、3にしてくれって。いいじゃないですか5で。いやもうありがたいです、本当に、本当ありがたいです。まあでもなんかそれだけ悩んでる方が多いってことですよね。めちゃめちゃ多いです、うん、本当に悩んでます、うんうん、まあ、肩でも腰でもそうですけども、うん、最近じゃぎっくり腰なんかも、うん、めちゃめちゃお問い合わせいただきますし、うん、ぎっくり腰多いと思います。寒いし。そうなんです。なんかぎっくり腰ってふとした瞬間になるから、靴を履くときとか、はい、何かを取るときとかで、うん、なんかえって時にグッてやっちゃうんですよね。あ、やばい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 みたいな。あ、そう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 。え、嘘、今のでみたいな、なんか重いものをどっからせって思ったら、そうなんですよ、ぎっくり腰になるっていうイメージがあるじゃないですか。間違いないですね、そんなことないから。でしかも結構肩こりからやっぱね、うん、こう後ろに反れちゃって腰で立つからっていうね、反り腰になっちゃってっていう感じですもんね。あれ理学療法士でしたっけ。いやでも多分同じなんですよ、お客様の悩み。あ、まあ、そっか、確かにそっか、うん、うちあの基本はあの送信ダイエット系で来ていただく方が多いんですけど、はい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 、やっぱ私も体を全体で見させていただいてるので、気になっちゃうんですよね。例えばセルライトが気になるとか、うん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 、お腹痩せしたい、足痩せしたいって来ていただいても、はい、原因が違うところにあったりすると、うん、そこを根本直さないと結局戻っちゃったりとかするじゃないですか。おっしゃる通りですね。そうすると意味ないからっていう説明をして、うん、全身ケアをさせていただいてるっていう形なの で、ね、本当同じですよね。なんか腰が痛いですって言って、うん、例えば LINE したとしても、はい、腰じゃない場所が原因なことがいっぱいあるってことですよね。めちゃめちゃそう思います。だから僕もお客さんにそのやっぱり全身のやっぱりこう血流もそうですし、うん、リンパの中でやっぱセルライトがあって、うん、僕が言っても全然説得力がないんですけど、中澤さんが言うと違いますね。いやいやいや、やめてやめて。でも中澤さんすごいお痩せになったんですよね。まあまあまあそうですね、うん、あのすピークよりかは、前はちょっと ピークは 0.1 トンありましたけど、ちょっと落ち着いてきたかなみたいな。ちょっと落ち着いて、はい、あ、よかった。本当に運動しなきゃなって思いますね。いやでもお忙しいですからね、うん、本当おかげさまでちょっと本当にお 忙しくなってきまして、うん、ちょっと来年というか、今年か、うん、今年の4月にちょっともう1店舗目を、もうすごいですね、白金台に。あ、すごいですね、はい、もう場所だけいいんですけど。いやいやいや、僕は大したことなくて。いや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 、そうなんですか、はい、同じ場所に2つ出されたのは何かあるんですか、理由っていうか。まあ、本当になんていうんですかね、ニューノーマルじゃないですけど、うん、その地域を、まあ、うん、活性化させたい、独占したいじゃないですけど、そうやってこうそこに根付いた、もう白金台と言ったらマコアだよねみたいな、うんうんうん、本当に腰痛には湿布だよねみたいなぐらいな認知度にしていきたいなっていう思いがあって、うんうん、それはいいですね、使わせていただけます。いやいやいや、全然やめてください。ぎっくり腰マコアだよって。いやもうありがとうございます。腰痛あマコアだねっていう感じで。もう間違いです。でも本当にちょっと今日このラジオを通して言いたいことがありまして、はい、はい、どうぞ。そのぎっくり腰、はい、皆さん温めんの冷やすのっていうこの究極の悩み、うん、そうですね、はい、もう僕の中ではあるんですけど、うん、皆さんやっぱり、うん、あの最初ってそのぎっくり腰起きた時って、うん、実は炎症が起きちゃってるんで、うん、冷やした方が僕はいいんじゃないかと思っていて、うん、でどこのこうやっぱり先生お医者さんに聞いてもですね、うん、2、3日は冷やすと。でそこから痛くなったらもうそれ慢性のぎっくり腰というか、うん、腰痛になってくるんで、うん、しっかり温めて血流良くしましょうよ、うん、って思ってるんですけど、中澤先生はどう思いますか。うん、あ、でも私それこそ一時期、はい、
ぎっくり腰多くやってた時があったんですよ。中澤さんがですか？私自身が。もう何年も、それこそオープンしたてですね。あーオープンした前だから8年前ぐらいに、はいはい、まあ働きすぎだったんですけど、ただ単に。そうですよね。やっぱ働きたいというか、無限に施術できるゾーンって入るときありません？わかりますね。もう朝から晩まで施術できちゃうんですよ。わかりますわかります。なんかランナーズハイじゃないですけど、施術ズハイみたいな感じで。わかりますわかります。めちゃめちゃわかるな。で、麻痺しちゃって、はい、で休みもいらない、休憩も取らない、うん、ご飯とかも本当10秒ぐらいで、はい、10時から夜の11時までマックスで入ってたんですよ。はい、でももう楽しくてしょうがなかったんです。はい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 、もう施術してるのが楽しい、お客様とやってるのが楽しいし、近所の方が多いから、はいはい、ね、来てくれるだけで嬉しいっていうハイになってって、はい、それこそゴミを捨てようと思ってグッてやった時に、はい、グッて行っちゃって、はい、でもうそこから立てなくなっちゃって、えで仰向けになって寝てお客様来るじゃないですか。えそのえゴミを捨てに行く、あそそゴミのゴミ箱にゴミが溜まってたから、紙のゴミを、はいはいはい、ちょっとグッて押したんですよ、はい、そのままあれって言って、あれみたいな、あれになって、はい、であれちょっとやばいかもと思って、はい、一応施術のベッドで仰向けになって寝たら、はい、もうそこから立てなくなっちゃって、だだだだだでお客様来て、はい、で事情説明して、はい、看板とかじゃしまうねって言ってお客様がしまってくれて、めちゃくちゃ優しい、はい、で今日はかあの帰るからなんか救急車とかウウって言われて、はい、でも多分大丈夫ですって言って、はい、本当にすいません本当にすいませんって言って申し訳ないですって言って、はい、ちょっと休みなって言われて、その時に、はいはい、休もうってちゃんと週一は休もうって思って、はいはいはいね、それがあってちょっとでもできるようになるとすぐやっちゃう、まあ、私がバカだから、うん、あ治った治ったと思ってやって繰り返しちゃった時に、はい、一番痛かった時に温めようと思って温めたらめちゃくちゃ悪化したんですよ。だからあ冷やして鎮静させた後にじゃないとダメなんだって、おっしゃる通りです。なんとなく温めなきゃみたいな風にね、はい、そうなんですよ思っちゃった。結構やっぱりその今でも温める、うん、病院とかクリニックとか整体とかもあるので、うん、結構悪化されちゃうって方でこうセカンドオピニオンで当店に来てくださることが多いので、うん、もうすぐ冷やしますよって言ってもう冷やして準備しておくんですけど、うん、もう本当に去年の年末からやっぱりぎっくり腰の問い合わせも8割腰痛の、そうかもしれないですね。本当にだからやっぱみんなパソコンでテレワークとかしてるから、うん、余計肩が凝って腰に負担かかって、おっしゃる通り、で女性って、はい、男性って結構痛みに弱いじゃないですか。めちゃめちゃ弱いです、ね、女性って強いんですよ。あだからありえないぐらい凝ってて絶対に痛いはずなのに、はい、痛くないですっていうの、あもう慢性化しちゃうんですよね、はい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 、で触られて初めてこんな凝ってたのっておっしゃる方多いので、はい、だから頑張っちゃうんですよね多分。女性は強いですからね。強いんですよ。本当に強い。強い痛みに。すごい。だからやっぱり慢性化って一番怖くて、あれだなっていう風に思いますよ。僕は本当に痛みとか怪我にすごい弱くて、うん、昔小学校の時に蚊に刺されで保健室に通うぐらいですからね、うん、弱っめっちゃ弱っ、はい、でもさっき その仕事しすぎな部分っていうのでめちゃめちゃ僕も同じで、うん、去年一昨年に、うん、やりすぎて本当朝9時から夜10時11時を360日やったんですよ、うん、やばいね。年末もメニエル病ですよ。あ耳聞こえなくなっちゃった。耳聞こえなくなっちゃって、うん、もうそこからもう全然でしたね、うんうん、じゃあ休もう。私たち、もう休みます、ね、休むことを覚えましたね、はい、私たちはね、もう覚えました、はい、そっかそっか。でその腰のあれからそうなんですけれども、はい、あれですよね、インソールがっていうのをちょっとさっきお伺いしたんですけど、どうしよう一回曲、でもなんかあれですよね、これ長くなる可能性ありますよね、インソールの話ですか、ね、そう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 、まあ、もうちょっと熱い思いがあるんで、ね、熱い思いあるからちょっともう行っちゃいましょうかこのままね、今日は行っちゃいます、はい、もうぜひお客様がいっぱい、あ、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。全然僕のこと普通か。じゃあちょっとそのインソールとは何ぞやから行きましょう、はいはい、ありがとうございます、はい、インソールというのは、はい、まあ、いわゆる靴のその
中に入れる中敷きの一つですね、うん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 、で中敷きもう本当にだから例えばですけど、うん、靴って、うんまあ、普通にナイキだったり、うん、アディダスだったりってこう皆さん外装で選んだりとかされると思うんですけど、うんうん、あんまり靴の中ってあんまり見なくて、うん、実はその中敷き取ってみるとすごい薄っぺらい場合があったりするんですよ ね、うんよねうん、もちろんその靴のクッション性で保たれてるから、まあ、ランニングシューズでもいい靴だってこう言われたりするんですけど、うん、結構その中のことってあんまり特に日本は、うん、あんまりこうポピュラーというかその有名じゃなくて、うん、で僕もそのニュージーランドとかでこうお話を聞いたりするとこう、うん、もう例えば、肩痛くなったら整形外科、うん、で胃が悪くなったら内科とかっていうんですけど、うん、ニュージーランドとか他の世界各国だと足が痛くなると足科ってとこに行くんですよ。うーん足専門のお医者さんがいる、うん、その足専門のお医者さんがもうこうもうなんかめちゃめちゃ作ってくれたインソールを今僕も履いてるんですけどこれ何がいいかって、うん、履いてるだけで腰痛くないんですよ、うん、めちゃめちゃ調子いいんですよ、ね、これはもう僕ぜひ中澤さんに、ね、ぜひ試させていただきたい。でもそう女性の方は特にインソールに、うん、を知ってる理由は、うん、このサイズが履きたいんだけど、うんうんうん、大きいのしかないから足がちっちゃいからめっちゃわかる、ね、インソール嘘でしょ嘘でしょ足ちっちゃかった29でしたすいません、はい、そうそうでも私も大きいものなんであれなんですけど女性はだからインソール入れて、うんうん、ちょっと履きたい靴をインソール入れて履くのがインソールだって思ってる方も多いかなと思って。あなるほど。そう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 。だからそういう方法ももちろんあるんですけど、はいはいはい、今回のはそうじゃなくて、うん、なんと、うん、声でかくなった。なんとなんと、まあ、某テレビショッピングみたいな。そうテレビショッピング。はい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 、なんと治療もできるよと。うん、そうなんですよ、うん。これがもうめちゃめちゃ。でも確かに今おっしゃったように、ららら女性って確かに自分の足のサイズよりもちょっとワンサイズ大きいものとか、うん、小さいものとかあるんで、そういう場合はインソール入れて。あの調整するんですよ。なるほど、ね、で前側に入れるやつもあれば、はい、後ろに置くやつもあって、うんうんうん、ちょっと前がつっかえちゃう、スルスルしちゃうなって場合は前にクッション入れて、はいはいはい、多分足の大きさの問題ですかね。前側が滑る方は、うん、なんかこのなんていうのかなつま先用とかかと用があってそれで調整するんですけど、女性はでも本当に足元からも全てやっぱ美なんですね。いや多分ねサイズが難しいんだと思います。特に海外用のは。ああまあそっかそっか、うん、確かにそうですね。海外のブランドとか、うんうんうん、やっぱ日本人より大きいんで。あ確かにないんですよね。だから多分そういうのがあるんだと思います、うん、僕なんか男性のは逆に、うん、僕29なんですよその足のサイズが。29が少なくて日本のが。あ確かに29大きい方ですよね。大きいんですよ、うん、なんとかの大足っていうぐらいの、はい、ねえねえってねえごめんねえなんとかの足ねそうなんですよ。だからそれで選びとかも大変だな。だから僕は逆に小さいサイズで選びがちだったんですけど、うん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 、自分でこうインソールの知識をつけてから、うん、あしっかり本当に足に合った靴だけではなくて、うん、足に合ったインソールもこう選ばなきゃいけないんだなってっていうのは本当にこう、うん、今日は伝えたいなと思って、うん、ですね、はい、伝えましょう。ぜひ伝えたいんですけど、はい、もうなんかじゃあちょっとどうしたらいいですか私。いやもうちょっとぜひ中澤さんにもうねラジオだけ聞いてる人には申し訳ない、こう映像があったらねもっといいんですけど、この後あれですよね。なんか、うん、でもちゃんと生放送で見てる方もあれですし、はい、後日 YouTube でもアップされる予定なので。麻酔かかってます。大丈夫ですか。麻酔かかってます。アップされる予定なので、はい、ちょっとぜひ見ていただきたいんですけど。ちょっとじゃあぜひ立とうかな。じゃあ、はい、あぜひ立ってください、はい、もう本当にこれすいませんスタッフさんスタッフ久しぶりに来ましたね。スタッフはいありがとうございます。はい、すいません。この立った時これくらい。そうですね。私こっちの方がいいですか。いやもうそこで僕がそっちに行きまして、靴脱いだ方がいい感じですか。靴脱いでいただければ。はい、マイク手持ちで完璧ですね。うん、はい、はい、こっち、こっち、はいはい。で
はい、まあ、こう立った感じで、はい、前重心なんですよ。はい、うん、なんかもうなんかこれで見るとこういう感じ、はい、あ、そうですね、そうですね、はい、こう前重心になっちゃって、はい、でこう後ろにもこう行きづらいというか、うんうんうん、後ろに行きづらい、お腹を前に出して重心取らせてるんですよね。はい、バランス取るんですけど、はい、これやっぱ足のこう向きによって動きによって全然違いまして、うん、で田田さんの例えば手をこう両手つけたいな、このマイク持ってますけど何ですかね、じゃあ僕こうやってよ、はいすいません、両手こう、え、こう、そうそうそうです。で、ちょっとこうお腹前に出してもらって、そうそうそう、で、僕が手で下にこう押すんですよ、うん、で、押した時に、押した時にあっってこう倒れそうになったらこう前に踏み込んでほしいんですよね、はい、いきますよってなりますよね、うん、はい、本気出します、はい、いきますよ、すいません、かよくて、いやいや、あ、すいません、僕が強くて、いきます、いきますよ、で、これ倒れちゃいますよね、はい、これはやっぱり前重心でやっぱり常に前後バランスがすごい悪い状況になっちゃってて、うん、はい、これちょっとね、あのね、持ちがなかったんですけど、うん、僕のちょっとね、履いてたインソールなんでちょっと、あ、全然大丈夫です、ありがとうございます、はい、これね、あのちょっとまあ名前は言えないんで、まだそこのね、うん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 、ここの会社とのね、何でもあるんで、今インソールをね、はい、私の足の下に置く感じです。そうなんですよ、なんでこれをかかと合わせで、はい、乗ってほしいんですよ、こう、あ、そうです、はい、すごい内側が高くなってません、あ、本当だ、あ、本当ですね、そうなんですよ、扁平足ではないんですけど、はい、長田さん結構内側が、うん、結構こう平らになってしまってる、うん、余計に重心がこう前であったり後ろであったり、うん、今こうまっすぐに今なった状態なんですね、あ、なんか立ちやすいです、そうなんですよ、こうお尻だったり足に力が入って、そして自然とかかとに体重が乗るんで、うん、お腹にも力が入るんですよね、うん、で、この状態でしたらまたさっきのうまくいくかな、いきますよ、押しますよ、せーのって、これ耐えれるんですよ、本当だ耐えれるんですよ、すごい、なんで、すごくないですか、で、いやいや、何ね、多分インソールをこう知ってる方は大体言うんですよ、え、これ、はい、乗ってるからでしょと、インソールの上に乗ってるからでしょ、うん、降りてみてください、え、怖い、いきますよ、もうこれ強制力が強いインソールなんで、もうちょっと乗るだけでもう形できちゃうんです、足に、うん、いきますよ、せーの、耐えれるんですよ、え、なんで、もう手がバーンって弾けるぐらい僕今押しましたよね、うん、これで、え、すごいですね、これを僕はもう今は自分のサロンで、まあ、導入はしてるんですけど、へー、このインソールで今だからお客様でもうあ、なんか腰の調子がいいであったり肩の調子が良くなる、え、でもなんだろう、不思議、腰の調子いいでしょ、うん、そうなんですよ、なんでだろう、これこれね、面白いんですよ、もう乗るだけで強制力が強いものなんで、いわゆる本当靴の中敷きですよね、靴の中敷きなんですけど、すごいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、でよいしょ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 、すごい、え、なんでだろう、なんか感じたことのない感覚あ、でもよく言われます初めての感覚ですね、これそう、なんだろう、なんかなんだろう、なんか初めての体験でわからない、言葉にできないんですけど、本当にだからその生まれてから何十年経った歩き方できてると思うんですけど、うん、なんかインソールの上に乗っただけで、うん、何なんだろう、固定されてるみたいな感じがする、おっしゃる通りで、このインソールの特徴としては、はい、かかと側がすごい分厚くなってて、はあはあ、かつ内側がこうすごいアーチのように高くなってるので、うん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 、かかとに乗りつつ内側のそのいわゆる扁平足の部分、うんうん、土踏まずの部分ですね、うん、そこを支えてくれるんで、足裏から支えてくれるんですよ。なるほどね。え、これ電車の揺れとか、あ、そうなんですよ。いいですね。めちゃめちゃなんか最近僕手すりとか使わないのに、うん、耐えてます。耐えられそう。なんか揺らされても、そうなんですよ。あれだけの力で耐えられんだったら、そうなんですよ。だって男の人の力で私、はい、手を
押されたら普通転ぶっていうかよれってね、一番最初みたいになりますもんね。そうそう、ほぼ100キロ近い男から今腕でこう手でグーッと押されて、ね、すごい耐えれちゃうんですよ。ってことは重心ってすごい大事なんだ。やっぱりめちゃめちゃ大事です。靴もめちゃめちゃ大事ですけど、やっぱ日本は中敷きをあんまり意識されてないので、うん、確かに病院って中敷きってどうしてますって言われたことないし、そうなんです、言われたらえなんか大丈夫怖いってなっちゃいますよね確かに確かに、中敷きみたいな。そうなんですよ。でも世界では普通なんですね。世界じゃ普通です。もう足科医っていう、もう専門の足専門のお医者さんがいらっしゃるので、なんかこれをこう当店から発信してですね、でも中澤さんのもうノウハウも使いながら、なんかもっといろんな方にこれをこうなんか腰痛いイコール湿布じゃないですけど、まあ、さっき、うん、腰痛いイコールマコアって言ってくださいましたけど、うん、もう腰痛いイコールマコアのインソールとしてなんかこう使いたいなと思って、本当ですね。でも私すごくいいと思います。いや、ありがとうございます。なんだろう、楽、うん、なるほど、履くだけで楽なんだったら、はい、だって靴に入れるだけなので、はい、これでも女性はね、うん、注文、はい、あ注文入りました。あ、ありがとうございます。注文、はい、ヒールにも作ってほしい。あ、そう、ヒール用もあるんだ。しっかり、ただこれ今ベースで作ったやつを靴に入れ込むタイプのやつ、はい、今僕今スニーカーなんで、はい、そのスニーカーのインソールをこう使っていただいたんですけど、うんうんうん、ヒール用だともうちょっとこう切ったりとか、つなぎ合わせたりとか、うんうんうん、よりこうオーダーメイドにはなるんですけど、うん、でもそれでもあの使えたりしますね。そうですよね。だってヒールって皆さん辛いですよね辛いのを我慢して履いてますよね。すごいわかる、うん、すごい好きな靴とか可愛い靴だから頑張って履いてるけど、はい、辛いんですよ。でも中澤さん、さっきインソール降りてからも、うん、力入ってましたね。入ってる。つまり、うん、1週間のうち 2,3 日でいいんです。スニーカーでインソール履いちゃえば、ちょっとしたヒール履くときにもう強制されてるんですよ。形ができてるから大丈夫なんだ。そうなんですよ。あ、それはいいですね。そうそう、だから絶対インソール履いてるときだけではなくて、うん、もう普段からそうなんですよね。あ、筋トレになるというか。え、私これ施術の中のスリッパのところに貼り付けたい。もう僕なんかもそうですよ。今店舗のスリッパですけど、うん、あそこにも入れてますね、うん、はい、それいいですね。めちゃめちゃいいんですよ。だからこう、うん、お客さん患者さんだけではなくて、その施術者、うん、セラピストも施術者にいいと思います。だって絶対に、はい、まあ、私エステだからこう右をこうねじる、こうなんていうの、揉み出しみたいなのとかこういう風にするから、はいはい、左側にやっぱかかるんですよね、体重がね、はい、ってなるとどうしても多分おかしくなっちゃうから、はい、あの体でいくらやろうとしてもね、あの多少はずれちゃうと思うんで、施術者用のインソールとか絶対流行ると思いますよ。確かに。だってみんな腰で、しかも腰痛めて施術者辞める方多いじゃないですか。はい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 、だからその靴からね、いくら体って言っても年齢に勝てなくてみたいな人もいるから、うん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 、いいじゃないですか。確かに。でも今本当に僕も、ね、これ生放送だからさ、うん、あのさ盗まれないようになんか早くやった方がいいやば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 い、理論言っちゃった、ちょっと、うん、なんか私のアイディア盗まれないようにしないと本当にそう。でもだから今僕もなんか今私でもあの映像に残してるから大丈夫、うん、私が発信しましたから。よしよかった、セーフ、危なかったそう、いやでも本当になんか今自分で靴をインソールを今中澤さんにこう履いてもらったじゃないですか、うん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 、でその間僕インソールなかったんですよ。ない状態じゃないですか、うん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 、僕めちゃめちゃ腰痛かったんですよあ、俺今腰痛いんだって今気づきました。なるほどね、インソールに助けられてるから痛みがなかったんだ。そうなんですよ、助けてもらってて、でもそれまでなんか僕もやっぱり理学療法士で整体師ですけど、やっぱ週に1回ぐらいは、うん、いわゆるマッサージ、腰のマッサージとか本当に、うんうん、まあ、ちょっと、いや施術者ってみんなそうですよね。自分のケアしながら、やっぱり自分の体が資本だから、はい、なんとかね、壊さないようにして土台を作ってやってるんで。そうなんですよ、もう身削ってます本当身削ってますよねそうそうそう、そっか、それいいですね。そうだ、これを僕はだから外側からのアプローチ、そして中澤さんのところで使われてる酵素、うん、ドリンクをこう内側からと外側で、ね、これもうめちゃめちゃバズるんじゃないかバズらせましょうか、バズりたいですね、バズらせましょうか、はい、もう本当に。そうそうそう、もうあれですよね、私たちの出会いは、はい、
私たちの出会いはさなんかいきなり私たちの出会いはさ、展示会だけどさそう展示会でね、そう大阪の展示会で出会わせていただいて、そうそれであのアムレンザイムを知っていただいたご縁でね仲良くさせていただいてるんですけれども、いや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 本当こちらこそよろしくお願いしますっていうのでね、そのアムレンザイムも 100% 現役の酵素ドリンクなんですけれども、あのまあ、ここでもね発表させていただきましたが、ハワイでも取引が決まり、まあ、全国でもちょっとずつ増えてきてるよっていうのをね、もう先駆けでお取引いただいてるので、いやいやもう、こう僕のね店舗名もハワイ語ですから、これも何かの縁なので、本当ですよね、連れてっていただきたいなと思って本当一緒に行きたいですよね。ぜひお願いします。本当でもそのね、で飲んでいただいて吉田さんすごいお痩せになられたんですよね。そうなんですよ、ね、今ちょっとなんか営業妨害みたいな体験してますけど、当時本当にだからお会いしてからこう酵素3ヶ月チャレンジで、うん、ね頑張っていただいてね、8キロね落としていただきましたね。素晴らしい。食事一切変えずね、はい、結構あの時飲まれてましたもんね。めっちゃ飲みました、ね、めちゃくちゃ飲んでましたよね。美味しいんですよこれ、うん、そもそも、うん、いやお酒あお酒ですか。そうお酒も飲んでましたよ ね、 あの誕生日会とか近くてなんか3キロチャレンジされるのにすごい飲んでなってちょっと思ってたけど、でもすごい8キロも落とされたから、はい、あやっぱこの酵素すごいなって思って。お酒はやめられないです。えね、ほんとほんと、それは全然いいんですけど、でも酵素本当に美味しくて、わかります。なんかお酒で割ろうかなって考えちゃうぐらい本当そうですよね、はい、私も最近はもう、あの普通のお酒じゃない 水割りじゃないけど水の中にこう入れてのあのシャカシャカして半身浴とかしてる間にごくごく飲んだりしてるんですけど、意外といいですよ。なんかあれですよね、あのお風呂の中にも入れられるみたいな。そうなんですよ、これあの肌がね、もともとはあのプリンセス天功さん、あのここの番組にも来ていただいたんですけど、はい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 、あの方ちょっとあの今生放送だよ、あの方の髪の毛につけていただいてるっていうのを聞いて私びっくりして、面白い、え髪の毛って思ったんですけど、はい、あの天功さんのと私の YouTube を見ていただいたお客様が、はい、その髪の毛につけたらめちゃくちゃ良かったと。マジっすか。でなんとワンチャン界でプチブーム起こってるんですよ、アムレンザイム。マジですか。あのトリマー業界の中でワンちゃんの酵素浴、そのシャンプーと一緒に酵素浴っていうので毛並みがすごくね綺麗になるっていうので、ワンちゃん業界ではそのワンちゃんのお風呂みたいなのにこう多分シャンプーしてペロペロ舐めながらすると毛並みとか、あと肉球のなんだろう、ああちょっとこうカサカサしてるのとかも治ってっていうのが、本当ですか、すごいですね。すごくいいことになってて、犬ワンちゃん業界でねちょっと流行ってまして、でワンちゃんの毛並みが良くなるってことは確かにタンパク質だから髪の毛あの柔らかくなるんだって思って、はい、お風呂でやってみたんですけど本当にサラサラになって、はい、マジっすか、うん、ちょっと高いの今もめちゃめちゃサラサラですよね、でも高いから私はやっぱ自分でチュッて飲んでシュッて、そのシャンプーにするにはシャンプーっていうかトリートメントにするには高いじゃないですか、ちょっと贅沢な使い方ですけど、ね、私はやっぱ飲んでちょっとチュッと入れるぐらいでも肌ツヤが全然違うので、ツヤちょやろう、はい、なんて言うんですかね、やっぱ保湿力っていうかカサカサしないのですごく良くて、それこそなんだっけ、あの出張行く時とかのビジネスホテルとかの何も持っていけないじゃないですか、アメニティとか、そうアメニティ持っていけないし、基礎化粧品は持ってきてもドライヤー持っていけない、はいはい、でなんかそういうのもできないから、はい、とりあえず酵素持っていけば、はい、お風呂に入れて髪の毛にちょっとつければ、はい、なるほどね、ツヤツヤになるから、そう、すごい便利で、めちゃめちゃ便利ですね、はい、そうなんですよ。ワンちゃんのじゃあトイプードルみたいなこう毛並みでもストレートになるみたいな、なんかストレートというかふわふわ感が増すみたいな、もういい、ちょっとインスタ検索してみてください。あのはい、アムレンザイムで検索していただくとワンちゃんのが今すごく出て、はい、くれてるので、ワンちゃんビフォーアフターと人間ビフォーアフターがね入り乱れてるんですよ。でもワンちゃんビフォーアフター本当にすごくて、はい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 、で腸の炎症からアレルギーって起こるので今花粉の時期で、うん、あの飼い主さんもペットさんもペットさんも、ね、ペットさんも、はい、さんももうお犬様も、はい、そう飲んでいただいてるみたいな感じなんですよ、はいはい、でも今ワンちゃんの僕じゃあ白金台じゃないですか、店舗ワンちゃんの病院とかあのトリミングの場所
ちゃめちゃ多いんですよ今。もうそうそう。本当にもう歯医者も多いんですけど、うん、ペットのものがすごい多くて、うん、ちょっと今それをお聞きしたんで、ちょっと僕飛び込み営業行こうかな。あでもそれすごくあの流行ってるので、もしかしたら、はい、ご存知かもしれないです。あそれなんか負けた感じしますよね、はい、いや負けたというか、うん、あのちょっと聞いてみてください。ぜひぜひ、はい、白金台めちゃめちゃ多いんですよ。あでもすごくいいと思います。あのぜひね、あの、はい、本当にワンちゃんの飼い主さんのお喜びの声とかたくさんいただいてて、うん、でそのペット業界で流行ってるのがちょっと大阪の方だったりするので、はい、実際私は、はい、あのお会いしたことはないんですけれども、いつもインスタ拝見してて、はい、本当にすごいなっていう。いやもうめちゃめちゃ成分がいい、ね、ふわりさんっていうね、はい、あのペットショップではないのかな、トリマーショップっていうんですかね、はいはい、すごいんですよ。ワンちゃんの美容室、うんうん、ぜひなんか検索してみてください。それが大阪なんですか。そうなんです、大阪の販売店さんがワンちゃんがたまたま多くて、はい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 、ペットショップとかペットのホテルとか、はい、ワンちゃん系の取扱店様が多いですね、関東と比べると。なるほど、じゃあもう僕もなんか生態ワンちゃんも入れようかなお客さんで、うん、でもエステはちょっとありますよ、ワンちゃんエステみたいな。あそうなんですか、うんうん、なんかエビリスなんですけど、はい、その行ってる時にペットのエステを行かれてる間に飼い主さんもなんか来てくれてるみたいな時あったので、はい、まあでもなんか飲ませる方がいいかもしれないです。それこそ取り扱いいただいてるので、はいはい、あの飼い主さんとペットも一緒に酵素飲めるよっていうので、うんうんうん、なんとですねあまりにもオーダーが多くてワンちゃん用のパンフレットも作っておりますので。そうだそうなんです、そうだそうなんです。あれだ。そう、それでワンちゃんの作らせていただいたんですよ。どういう風にワンちゃんに飲ませるかっていうので、はい、小型でね、これ1本スティックなんですけど、ちょっと多いからペロペロって舐めさせて、ワンみたいな舐めさせてワンっていう、にゃんでもいいんですよね。にゃんでもいい、にゃんでもいいんですよね。舐めさせてにゃんか舐めさせてワンっていうパンフレット作らせていただいてるので。そっか、僕間違えて普通にあのワンちゃんのやつを普通に人に見せちゃって、うん、なんか犬ってああすいませんでもわかります。そっか、そうそうそう、それでね作らせていただいた経緯があるので、これまたバズりそうです ね、ワンちゃん。ぜひちょっとお願いいたします。これいいな、僕もちょっと、うん、なんかいいものをね本当にこう世の中に広めていきたいですよね。なんか、まあうん、自分たちの周りとかだけで満足してたじゃないですか、うん、私なんて特に、うん、だからあの自分の店でしか今まで売ってなかったのが、これだけやっぱり、はい、いろんなところと取引させていただいて、うん、ありがたいお言葉を頂戴すると、うん、やってよかったプラスまだまだ悩んでる人を助けるぞっていう源に、ね、違いないです。なってくれるので、うん、もうぜひ吉田さんもインソールは間違いないです ね。もう本当にだからそういう思いがもう本当に大阪で初めてお会いした時から、うん、なんか僕の中ではあったんですよ。あこの中澤さんって方すごいな、思いがあるなって。でもなんか時を経てね出会ってさせていただいたじゃないですか。やっぱり、はいはい、なんかつながりますよね。間違いないですね、うん、本当に僕もだから本当一目惚れだったんで酵素、うん、で正直酵素は僕、うん、その展示会で何個も何個も見てたんですよ、うんうんうん、でも全然いいな、いいな、パンチがあるな、なんかそのいいものでも、うん、なんか僕の中でビビッと来るか来ないかって結構大事にしてて、うんうんうん、例えば洋服選びとかも、うんうん、なんかそういう感覚って大事にしてたんですけど、うん、もう中澤さんとこのアムルエンザイムは あもうこれだと。ありがとうございます。でもすぐに連絡すればいいもの、僕も忙しくて1年、ね、2年ぐらい本当連絡できなくて、2年ぐらいね、そう展示会でまたお会いできるかなと思ってたら、なんかね東京も広いので、ね、なかなか会えなくて、そうなんですよ、ね、近いからじゃあっていうのでね、そうなんですよ、ご縁をいただいて本当にありがとうございます。近すぎるとね、なかなか、そう近いからねそうそう、うん、そうそう、だから私もよく覚えてて、大阪なのに近所だなって、そうなんですよ、そう思って、ね、そうそう、あれお互い、え東京なんですか、はい、みたいになりましたもんね。はい、そうそうそう、あじゃあ、そうそうそう、飲みますねって言ってから、2年、2年ちゃったって。まあ石田さんもね、今、マコアのお客様も、たくさんラジオ聞いていただいてると思うんですけれどもね、はい、そうなんですよ、ありがとうございます、いつもね、これ、はい、あのラジオ聞いていただいて、それこそインソールってそのご紹介いただきましたけど、はい、あれお店で買えるんでしたっけ。当店で営業あの取り扱いしてます。あ、はい、じゃあぜひあの腰痛とか肩こりとか不調がある方は、うん、そうなんです、あのマコは白金台で検索していただくか、うん、インスタですかね。そうですね、インスタグラムやってますんで、うん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 、インスタで検索していただければと
思います。どうしよう、今日1曲しか入れてない、もうマシンガントークいきましたね私。いやいやもう歌いましょうか、はい、じゃあ僕残りじゃあここで1曲って。あ1曲仰げばと落としていいですか。もうテキーラがあれが必要ですね。ちょっと今そうですね、みたいなみたいな感じですけど、うんね、はい、どうでした初ラ、あれ初めてじゃなかったですっけ、何回か1回だけ、そうです、あの、うん、他のラジオでやらせていただいたことあったんですけど、やっぱ緊張しますね。緊張してましたよね、はい、もう本当に僕人見知りですし会話も苦手なので、はい、これ大丈夫かな大丈夫かな、本当中澤さんがこう、ね、あのリードというかめちゃくちゃベラベラ喋ってたかな。本当ですか、うん、大丈夫ですよ。大丈夫でした、うん、人見知りなんてそんな本当ですか、思ったことないので大丈夫です。もうずっとあの手のひらに人って書いて飲んでました飲んでました。もうそれってどこまで通用するんですかね。確かにもうなんか最近の20代とか聞かないですよねこの話、うん、なんか多分ね、はい、聞かないですけどね、聞かなくなっちゃいましたね、うん、人って書いて、うんうん、まあでも本当にすごい楽しかったです。なんかいろいろとりあえずなんかまだこのインソールと酵素の多分話僕あと3時間ぐらい喋れるんですよ。本当ですね、思いが強いんで、うん、もう本当にいやでもインソールは本当に思いが強くなるの分かります。あれだけ体が楽になって あ、はい、あのいいものだったらねおすすめしたいしいいですよね、はい、もうぜひ作らせてください。 ありがとうございます。完全オーダーメイドで、はい、高いんですか。いやでも一般的なうん、うん、あのオーダーメイドのインソールって、うんうんうん、何々式ってこう有名な式があるんですけど、だいたいオーダーメイドで作ると、うん、まあ8万とか10万とかしちゃいます、うん、靴一足分ぐらいなんですけど、まあ、当店は、うん、まあ、今回このラジオを聞いてる人は、うん、はい、ラジオで聞いたよとかっていう人がいれば、はい、ちょっとなんか割引を、ありがとうございます、はい、大体その8万10万の3分の1、3分の1ぐらい、ありがとうございます、はい、ラジオを聞いていただいている方はぜひお問い合わせしてみてください。ぜひお待ちしてます。はい、来月は酵素で料理するよ。そう、じゃあ最後食べる食べる食べに来て食べる食べる。ではあの1月一発目のゲスト来ていただいてありがとうございました。ぜひ今年もみんなよろしくお願いします。お願いします。